どうも、ことぱぱです。今回も前回同様アオリイカ釣りに来ました。ただ自作の仕掛けを忘れてしまい、野縁で釣ることになりました。釣れたらいつもお刺身なんですが、今回は贅沢に丸焼きにしてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。で、実はもうイカが乗ってる状態なんですけれども、その前にイカ釣りを初めてご覧いただく方に簡単に野縁釣りの説明をしたいと思います。まずは竿、そしてリール、道糸と針は直結です。あとは野縁、いろいろ種類あります。餌には生き味で、付け方はね、後で説明します。野縁と呼ばれる針を餌を加えたイカに後からかけて釣るので野縁釣りと言います。これでアオリイカが釣れるはずです。あとね、餌の付け方結構重要ですので、よかったら覚えてみてください。で、今ね、説明用のアジの模型を急いで作ってます。アジの尻尾側にある贅後に針を通します。輪を作って尻尾に結びます。はい、もう一度。ちなみに竿は磯竿2号で 5.4 メーターかな。リールは Amazon で買った格安のもので、道糸はナイロンの3号です。そんなにお金をかけていません。今から野縁を取り付けるんですけども、今回は来る途中で買った野縁を使います。初めて二股の野縁を買いました。なかなか面白い作りです。あれ、あ、おろおろ、おお、このまま行くわ。いや、エイで買った。でも結構向こうまで出してるから。止まってる。進んでる。もう二股の野縁は初めてやから、どうなんやろうと思って。あれ、もうちょっと行くはずやけどな。
そっと行かなあかん。測った。うん。あ、ダメ取って。あ、もうがっつりかかってるな。がっつりかかってるけど。はい。はい。あっと。おお、いいサイズ。よかった。頑張ってこう。よいしょ。よかった。よし。やっぱり小さいね。900。よっしゃ。うんうん、上げたり下げたりしながら進ましていくしかないわ。え、もうついた？こんな近くに上げたん？ヤエンついてる感じする？逃げた？そう、逃げる逃げる、うん。聞いてるわ。あ、おるおる。来たで。ついてるついてる。母ちゃん。でもちょっとやえ。かかってんのか。こっちも来てな。ゆっくりやる、ゆっくり。おる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 。よいしょ。よかった。よかった。ありがとう。やった。やった。おめでとう。Aサイズや。まだガーンって来ないな。まあ緩めてちょっと倒して上げてした方がいいと思う。うん、そうそう、そうやって。でまた上げていってみたいな。無理したちゃんと。で外にじゃ多分な。次下ろし上げた時にグッてきたらかかると思う。やれ、見えたな。うん、まだ行ってない。でももうその辺やろな。あ、おるおる。ちょっと重いな。うん、かかったんちゃうか。やれ見えてるから。あ、かかってるかかってる。ゆっくりゆっくり。いいでいいで。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。ナイスナイス。オッケー。ちょっと失敗な。うん。でもまあ
よかったよかったよし。それでは今回はアオリカで屋台のようなイカ焼きを作っていきたいと思います。じゃあ見て。動かしてみようか。はい、というわけでアオリイカを釣って丸焼きにしてみました。アオリイカを焼くと身がプリプリですね。焼いてもお刺身でも本当に美味しいです。くちばし周りは超美味しかったです。娘もイカの姿は苦手でしたけど、美味しいって食べてくれました。皆さんもぜひアオリイカにチャレンジしてみてください。それではまた。